舞い散るのは世界か天使か。珠玉の RPG 作品が新要素とともに今プレイステーションポータブルでよみがえる。グローランサー4オーバーリローデッド。天使がこの塔を攻撃。人類と天使の戦いというシリーズの中でも異色のストーリーであるグローランサー4。その世界がハイクオリティアニメーションによって新たに描かれる。進化するノンストップドラマチック RPG。 あらゆるシーンで発生するゲームイベント、緊張の連続のバトル、戦闘中に止めどなくイベントが発生し、よりドラマチックにストーリーが展開する。かつて運命を共にした魅力的なキャラクターたちが再び蘇る。そして舞い降りる新キャラクターたち。勝利です、マスター。僕の魔法見せてあげる。こんなものですよ。全てはあの方の御心のままで。我が剣に迷いなし。あらあら、大丈夫。伝説は止まらない。それは運命に抗う新たなシナリオへと突き進む。幾多の分岐点での選択がその後の展開を変えていく。宿命の翼を背負いし者たちが今新たに降臨する。かつての名作を手掛けたスタッフがその最新作へと挑む。まだ終わらねえか。プレイステーションポータブル専用ソフト、グローランサー4オーバーリローデッド、8月18日発売。それは名作という名の新作。